全集合言ってください。その後、おいっすって言ったらおいっすですいいですか。その後もう一つあります。もう一つあります。7時59分、やばい。もう一つ、ヒロナの試合の時に、オープニングであれはなんだ、鳥が飛行機がと言いましたら、ヒロナの話を言ってください。以上です。We'll be right back.
Wow.
じ、あみだくじ、弾いて楽しいあみだくじ、男と女の愛だの、ババア、あみだくじ、あみだくじ、どれにしようか、あみだくじ。Ha ha ha!
Yeah.
そして10分から10分後半。Thank you.
5時間5分。Thank you.
のシングルマッチありがとうございました。もうこれで対戦することも組むこともないかもしれない。でも渋谷のプロレスのページに私は1ページ残ってますか？大川さん、練習生の頃から今までちょっと普通とは違う状態だったかもしれないですけど、明るく、暖かく、そして時にとても冷たく接していただいたことをとても感謝しております。17日の秋田県大館大会、渋谷州葛西準組対、チェリー田中稔。19日札幌、渋谷州チェリーちゃんかなさん対山形優、誰春日萌香、フェアリー日本橋さん。22日の、ごめんなさい、ちょっと前後します。12日の大阪女子で、下野と最後のシングルをやってください。で、22日の新木場、死にますよ。あんた本当に死ぬからね、覚悟して。私は経験した。はい、はい、いきます、はい、5人掛け、はい、長浜広江、はい、お願いします。いや、私に言われても水波涼、お願いします。春日萌香、お願いします。志田ひかるさん、お願いします。誰に向かって言ってる最後です、木村京子。 お願いしろよ、ちゃんと。そして24日のヤングオーを、先日のヤングオーで流れました、小林加穂との最後のシングルです。はい、で、引退試合の相手は渋谷さんの口から言ってください。はい、大川、これで最後だと思うなよ。引退試合のカード発表します。渋谷州チェリークラシックギャルズ VS 大川由美秋野、これでいきます。お願いします。それでは、引退試合、相手に決まったぞ。ホイッスホイッスありがとう、シブ。シブ、あんたが締めたからな。とりあえず、次があるから、この幕はあんたが締めたからな。5月3日、幸せの殺し屋、タイムマシンラストライド。もっともっと幸せにして、後楽園満員にして幸せに引退できるよう、皆さんたくさんのご来場お待ちしております。
よろしくお願いします。キャッチザウェーブ2015に出場することができます。また選手が4人勝ち抜いた時点で試合は終了となります。
Thank you.
それではこのまま後楽園の一発目のカードを決めたいと思います。波女、歴代波女の人、小波女の人、リング上に集まってください。並んでください。権利がなくなった人、とっとと帰ってください。はい、初代波女大岡由美、第3代波女かな、第5代波女大畑美咲、第6代分かっとるわ、第6代波女志田光、そして初代小波女小林佳穂。本日勝ち抜けた順番から、波女と当たってもらいますが、指名制です。分かってる？その前に忘れてました、プロデューサー推薦枠の発表をさせていただきます。はい、プロデューサー推薦枠はドン、山下里奈です。上がっていいです。では山下里奈選手から、まず初日に開幕戦で当たりたい波女の後ろに立ってください。波女振り向かないでくださいね。振り向いた人失格にします。すいません、もうちょっと離れてください。余計なことじゃないか、早く早くしろ。はい、それでは1番に抜けた人、飯田君指名してください。頭を使え。はい、2番目水波さん。ということはおチェリーさん、いや、もう決まってます。はい、それでは、今年の第7回目になります。キャッチ・ザ・ウェーブ波女決定リーグ戦、1リーグ制です。今年は、勝ち点のみだけです。負け点はゼロ、引き分けもゼロでいきたいと思います。5月3日から7月の20日まで皆さん正々堂々と頑張ってください。そして波女の皆さん、初日の開幕戦の対戦相手は後ろを向いてください。ドン、広田さん、昨年のあの奇跡のリーグ戦、よろしく頼んだよ。あいつめっちゃ笑っとんの。すいません、おばさんたち小競り合いやめてもらっていいですか。はい、5月3日、開幕戦の対戦相手は小林香穂対飯田美香、志田光対旧姓広田さくら、大畑美咲対水波亮、かな対チェリー、大岡対山下里奈、この、5試合でいきたいと思います。
チェリーさんは2試合です。2試合です。よろしくお願いします。では、今年も皆さん、アホな団体の一番真剣に盛り上がる梅雨の季節です。微妙な季節ではありますが、正々堂々とプライドをかけて、頑張ってください。はい、以上、ありがとうございました。それでは、本日、誕生日を迎えております。うちの専務の恒例の儀式を行いたいと思います。全部打ち忘れるから。すいませんね。じゃあまず消しましょうか。大岡さん、36歳。みすらみさん、何歳？じゃあ2人とも誕生日おめでとう。お前に持つことはないですね。いちごたちいいですか？はい、ないですね。殺意の塊とかはないですね。大丈夫、大丈夫。あゆこちゃん、バン切りたらあかんねんで。こうやからね。なんか言ったらね、伝わるかわからんけど。今、漏れなくひろちゃんマンに当たります。いきますよ。誕生日、おめでとう！Ha ha ha!
年は絶対ラビオンで目指してリーグ戦頑張ります。いただきたいのでお友達をお誘い合わせの上ぜひ後楽園ホールの方に来てください。よろしくお願いいたします。ということは8時だよ全員集合ということはあのエンディングで締めたいと思います。いいですか音響さん。